好きな音楽を聴くと潜在意識も活性化されるので、インスピレーションが冴えたり、五感も鋭くなるので、自分の波動が上がりますからね。さあ、みんなで開運するよ。願いが叶っていく、のりこちゃん、ねる。始まります。さて、2月13日は虎の日とタイヤのダブル開運日がやってきます。この日のお誕生日の皆様、2月のお誕生日の皆様、おめでとうございます。楽しくお過ごしください。で、昨日から連続の開運日になりますが、今日は最強機運日で、機運のエネルギーがものすごく高い虎の日は、お金にまつわること、お財布の買い替えやお財布の新調、また銀行口座の開設をして貯金を始めるにはぴったりな日です。また虎の日の虎は、一晩で千里を行って千里帰るということわざから、この日に使ったお金は戻ってくるとされているんですね。なので、本当に欲しいものがある方は思い切って購入するのもいいですね。他にも虎の日は無事に帰ってくることができると言われているので、旅行に行くとか旅行の計画を立てるのにも向いています。そしてこの日は1日の時間帯に今日の時間のないダイヤも重なる強力なダブル開運日になりますからね。ただこの日はイライラするといつもよりも怒りが爆発してしまったり、腹が立つことも強く出てしまうので、こういう時は少し深呼吸をして体を動かしてみるといいです。深呼吸と体を動かしてみることで自分のエネルギーが変化しますからね。なんか虎の日、久しぶりで私も嬉しいです。やっぱり虎の日なので、金買えるも一緒にいますからね。そんな虎の日とタイヤのダブル開運日に、今回はやったらいい開運アクションを6つお伝えしますが、最初の3つはこの日にやったらいい定番の開運アクションで、後半はこの日にやるといいことをお伝えしたいと思います。まずこの日にやったらいい定番の開運アクション、1つ目は開運フード。最初に金運アップフードは柚子。柚子の黄色い色は金運アップに効果があります。また柚子のいい香りと酸味には浄化のパワーもあるので、邪気を払ってくれますからね。柚子は薬味として使ったり、絞った汁で料理したり、蜂蜜と混ぜて柚子茶にしてもいいですね。そして金運アップフードはお寿司。新鮮なお魚を使ったお寿司には、元気に海を泳ぐお魚のエネルギーがたくさん含まれています。なので、お寿司を食べると積極的に行動するパワーをもらえますからね。またお寿司の酢飯には人間関係も円滑にしてくれる効果もあるので、いい人間関係から強をつかむチャンスに恵まれていきます。で、私は最近ハマっているんですけど、お寿司に少し柚子をかけると最強に美味しいですからね。機運と強運が一気にいただけます。そしてラブンアップフードはマリネ。マリネもお酢を使っているので、人間関係でいい効果を発揮してくれます。新しい出会いを引き寄せたり、パートナーのいる方はパートナーとの絆を深めることもできますからね。またお酢は美容にもいいので、内側からの魅力もアップして自分に自信もつきますよ。そして2つ目の開運アクションは、開運日には欠かせない定番の金アップ掃除。この日はシューズボックスの掃除をするといいです。靴をしまってある収納や下駄箱が汚れていたり、パンパンに靴が入っていると機運がとっても下がってしまいますからね。なので、まずは靴をしまってあるシューズボックスや、シューズボックスの中のいらない靴を処分しましょう。またシューズボックスは溜まりやすく、邪気も一緒に溜まっているので、定期的に換気することをおすすめします。新鮮な空気を循環させることで、新しい気を取り入れることができます。そして中をきれいに掃除して、砂やほこりも取り除いていくといいです。いらない靴は処分して、新しい空気を循環させて、スペースの空いたシューズボックスにはいい気が巡ります。そうするとしまってある靴も十分に休息することができて、私たちをいい出会いの場所に連れて行ってくれます。人間関係のいいご縁から金アップにもつながっていきますからね。そしてこの日にやったらいい3つ目の定番の開運アクションは、神社参拝。この日は虎の日なので、毘沙門天様が祀られている神社やお寺に行くといいです。虎の日の虎は
その昔、七福神の一人である毘沙門天様のお使いだったと言われているんですよ。毘沙門天様は金運、財運アップ、そして厄除けにもご利益のある神様になります。またこの日は金運のエネルギーが高いので、金運アップの神社、また自分の行きたい神社、お寺に参拝するのもいいです。で、この日ね、行った神社に御神木があったら、そのパワーを味わってくるといいです。御神木というのは、御神体として祀られている木々のことで、昔から自然には神が宿ると言われているんです。神社にある御神木には、しめ縄が付けられていて、御神木に近づくことでパワーを感じることができます。で、神社によって触ることができる御神木と、そうでないものとあるので、その際は神社のルールに従ってくださいね。もし御神木に触れることができるのであれば、しっかりと手水舎で、手と口を清めて、汚れを落としてからにしましょう。触れることができない御神木でも、手をかざすことで十分にそのパワーを味わうことができますからね。御神木のパワーには、潜在意識を開花させたり、浄化や安心感をもたらしてくれるパワーがあります。そして御神木のパワーを味わったら、最後にありがとうございますと感謝の気持ちを忘れずに伝えるといいです。そしてこの日にやるといい4つ目のカイアクションは、音楽を聴くと運気上昇。好きな音楽を聴いて元気になったり、心が揺さぶられたりすることがありますよね。耳から入った音楽は脳に伝わっていくので、リラクゼーションや落ち着き、または興奮だったり、気分を上げたりと心や感情を活性化させることができるんです。で、好きな音楽は人によって様々なので、自分が聴いていて一番心地よいとか、楽しいと感じる音楽を聴くのがストレスを和らげることにもなるんです。好きな音楽を聴くと潜在意識も活性化されるので、インスピレーションが伝えたり、五感も鋭くなるので、自分の波動が上がりますからね。またヒーリングミュージックも波動を上げるのでおすすめです。ヒーリングミュージックは落ち着きや癒しも感じることができます。一日の終わりにゆったりとヒーリングミュージックを聴くのもいいし、家事や仕事の合間に聴いても心が安らいで、ゆとりを持って過ごすことができますからね。私も定期的にヒーリングミュージック、まあ、気運が上がるとか、運気が上がるとか、そういう音楽を出してますけれども、やっぱりね、ストレスが和らいだとかね、本当に臨時収入が入ったという方もいらっしゃるので、ぜひ聞いてみるといいです。そしてこの日にやるといい5つ目のカイアクションは、NISA の日なので NISA を始めたり、貯金をすると機運大上昇。2月13日は、NISA で、NISA の日なんですね。で、このNISAというのは資産運用のことで、少額から投資を始められる新しい形の投資の制度になります。NISAを使って将来のために今ある資産を増やしていく人も今多くなってきていますよね。どのぐらいまで自分がお金を増やしていきたいかなといろいろなタイプのNISAがあるので、自分に合ったタイプで選んでできる範囲でNISAを始めるのもいいです。またこの日は貯金を始めるのにもとってもいい日なんですね。他にもお金をこれくらい貯めると決めるのもいいし、ここからお金の流れが強力に変わってきます。まあ、NISAや貯金などの資産運用はインターネットで調べたり、銀行でお話しすることもできます。機運のパワーが高い虎の日なので、お金を動かしていくことで機運が大上昇していきますからね。そしてこの日にやるといい6つ目のカイアクションは、木が多くあるところに行く。この日のラッキースポットは木が多くある場所なんです。で、木には心を癒したり、穏やかにしたり、元の自分に戻るためのパワーがあるんです。また木には浄化のパワーもあるので、木の多い公園に行くと気分がすっきりしたり、パワースポットにも木がたくさんあったりしますね。で、この日は木が多くある公園でも、木が多くある神社といった場所に行くと、生きるエネルギーがもらえて、運気を上げていくことができます。先ほどお伝えした神社の御神木がある場所に行くのもいいですよ。そしてこの日のラッキーカラーはブルーで、その中でも明るめのブルーになります。ブルーは落ち着きや冷静という意味があるんですが、その中でも明るめのブルーは純粋さや自由という意味があって、明るいブルーを見つけると自己表現をしやすくなる効果があるんです。また明るいブルーは変化を促す色でもあって、
何かを変えたいっていう時にもぴったりな色なんですね。明るさで前向きな気持ちにもしてくれるので、ポジティブな変化が起こってきます。なので持ち物やファッション、ヘアアクセサリーにこの日はブルーや明るめのブルーを取り入れてみてね。というこの日は最強機運パワーのエネルギーが流れているので、運をいっぱい動かして運のポイントを貯めていこうね。それが運のポイントとしてどこかで豊かさが返ってきて、お金がどんどん巡ってきます。なので自分の心地よさを意識して大事にすることも開運書の一つです。だから一つでもできれば OK、 できなくても充電日として OK です。楽しんでお過ごしください。それではこの日にやろうと思うこと、そして予祝したいこと、お金の願いや叶えたい願い事をぜひこのコメント欄に書いてね。書くことによって自分の意識に入ります。波動が高いこのコメント欄に書いたら早く引き寄せますからね。そして嬉しいコメントもご紹介できないくらいたくさんいただいているので、体験談をお伝えしたいと思います。健康で幸せが続くように感謝しながら、神社参拝、夏枯れ、白檀と人工、開運お掃除とさせていただき、本日の株式投資の実現益250万円でしたっていう方、ついに私の順番が来ました、お金が返ってくる連絡が今日来ましたっていう方、おかげさまで私の番がまたやってきました、虎の日に臨時収入がありました、感謝していますという方、機運アップをイメージして開運アクションします、お仕事の収入が上がりました、のりこさんの動画をいつも見てるからだと思って嬉しくなりましたという方、この動画を見て素敵な開運日に自分の心地よい範囲で開運アクションしていたら、なんと10万円の臨時収入がありました、次は私の番と信じることが大事ですねっていう方、おめでとうございます。やっぱりこういうご報告は嬉しいよね。一つお願いがあります。体験談と予祝がわからなくなってしまい、予祝の時は予祝と書いてくださると大変嬉しいです。ということでこのコメントでみんなでこの波動をいただいちゃいましょう。次はみんなの番だからね。それではみんなで最高のハッピーを手に入れようね。おまけ、いつもみんなありがとね。私ですね、この数ヶ月間ずっと忙しくて、やっと少し落ち着いて心を癒すために漫画を読んでました。その漫画はミステリーという流れ、知ってる方も多いですよね。私全然知らなくて、評価が高かったから読んだら見事にハマりました。で、知らないからうちの旦那さんにも読んだ方がいいよ、これ絶対ドラマ化されるよと言ったら、とっくにドラマ化されてましたね。そして旦那さんもハマるというね、これめちゃくちゃ面白いですね。これも完全にスピですよね。じゃあね。